今回はどんな賑やかなイベントなんだろうな。あれあれ、旅人にパイモンじゃない。偶然だね。道端でこけたらモラが落ちてた時よりもっと偶然。ちょうどあなたたちの話をしてたんだよ。久しぶり。その様子だとまた道中面白い物語をいっぱい仕入れたみたいだね。うんうん、僕が思った通りだね。さっきは何の話をしてたんだ。遊ぶとこか、美味しいもんの話か。ふふん、それはね、とある一人の旅人が彼の仲間と二人いろいろな国を旅して回り、三種の友と出会い、五つの湖と六つの海を越え、七転び八起きに九死に実証を得て。なんでだんだん久になってくんだよ。近頃石門中で美味しいお酒とおつまみが話題でね、急遽みんなで八杯七献とお酒を飲んで六句詩を五つ書くことにしたんだ。四方を巡ってきた君に、ぜひこの三言二言から一発でどんなイベントか当ててほしいんだ。その通り。モンドとリーゆえ合同開催のシーカ大会なんだ。回答祭の時、僕とフータオが交わした約束を覚えてる？ああ、機会があったら一緒に詩を読もうって言ってたやつだよな。まさに。あの晩餐でウェンティさんからただならぬ風雅さと品格を感じ取ったの。これはもう貴重な知己を得たと思って、それで今回ついにそのチャンスをつかんだってわけ。同志であるこの私自ら玉境内にお願いしたり、セピロス騎士団に連絡したり、まさに東奔西走だったんだから。シーカを分かち合い仲良くするという原則にのっとって開催される、その名も両国シーカ握手歓談会。変な名前だな。リーユへの詩は広く知られていて、一方モンドは詩とお酒の都として名高いからね。せっかくの交流の機会なんだから、できるだけ賑やかな方がいいでしょ。僕とフータオは司会をやるんだ。と言っても僕はリーユへの詩の韻律を勉強したばかりだから、さっきのはちょっと拙なかったけどね。またまた、ウエンティさんのさっきの返し超イケてたよ。えへ、褒めすぎだってば。なんだか面白そうだな。オイラたちも参加しようぜ。ひひ、なんだってオイラお前の腕前を知ってるからな。この前だってすぐ下の句を返してくれただろ。ほら、風立ちのうちに風立たぬ。ほうほう、才能あるじゃん。どうやら本番はもうちょっと難易度を上げなきゃだね。そっか、お前たちシーカ大会でやるイベントのことを話し合ってるんだな。あれあれ、パイモンったらすごい、どんどん賢くなってる。まあ違うんだけど。え、待てよ、ハズレなのか。実は僕たち特別なゲストを招待しようと思ってるんだ。言ったはずだ、我は行かないと。そう、いたのかよ。我は詩を書いたことはない、ましてやその論評など。それに我はご師匠を追う者、人間が多く想像しい場所など言語道断だ。知っているだろう。そう言わないでったら。何事も初めてってのがあるんだよ。誰しも地に草一つ、木の鳥二匹から始めるんだから。仙人様は直接お顔を見せなくても近くの山とかから応援してくれるだけでもいいんじゃない。こんな旅館に近いこともめったにないんだし、面白いものもたくさんあるみたいだよ。降りてブラブラするにはちょうどいいでしょ。それにかの名高い旅人もいることだし、何にも心配することはないよね。考えておく。そろそろ時間だし、君たちは会場に行ってみなよ。結構いっぱいお友達が来てるみたいだよ。そうそう、
私はウェンティさんと買い替えの詩について話し合いたいし、ちょっと遅れるね。仙人様にももうちょっとダダをこねられるかもしれないし。うん、じゃあオイラたち先に行ってるぞ。おや？これはこれは。どうやら今回のシーカ大会は、つわもの揃いのようだね。ひひ、ゆくあきとチョウウンも遊びに来たんだな。もともと、山へ鍛錬に行こうとしていたんだが、途中で当選簿されて、ここに引きずられてきたんだ。そんな言い方はないだろう。これは二国間の友情を深める盛大な会なんだ。妖魔に邪魔をされないようにするのが、リーユへの奉仕たる者の責務じゃないのかい？それに、これを機に、世の義教心ある人々と知己になれたら、素晴らしいことじゃないか。さっきだって、あのモンドの助教が、どのようにしてあれだけ重たいものを持ち上げていたのか、気になっただろ？ノエルのことか？あいつはすっごく力持ちなんだぜ。おや？二人の知り合いだったのかい？なら、後で僕たちにも紹介してほしいな。はぁ、わかった。でも、調べると約束した件は忘れないでくれ。僕はそのために来たんだからな。え？何のことだ？もちろん忘れていないよ。パイモンも、そうせく必要はない。その時が来ればわかるから。ん？旅人にパイモン？あなたたちも来たんだ。ディオナはお酒を作りに来たのか？そう、私は今回のイベントのためにキャッツテールから派遣されてきたの。モンドの酒造業を代表するバーテンダーってわけ。モンドの酒造業を代表？オイラの知ってるディオナなら、そんな肩書きめちゃくちゃ嫌がりそうだけど。もちろん嫌だよ。でも私にしてみれば、これはモンドの酒造業をぶっ壊す千載一遇の大チャンスなの。それってつまり、いろいろ変なものを入れて超最悪なお酒を作っちゃえば、モンドのお酒なんてもう二度と売れなくなるんだから。ああ、まあ逆効果になる気がするけどな。見てて。今度という今度はこのチャンス、絶対ものにしてみせるんだから。ちなみに、リオナもみんなと詩を作るのか？詩か。酒場で吟遊詩人が歌ってるのを聞いたくらいで、自分で書いたことはないかな。じゃあ一緒にやってみようぜ。絶対面白いぞ。もう、いいよ。時間があったら言ってあげる。ミカ、ノエル。あ、旅人さん、パイモンさん。お二人も、両国シーカー握手歓談会へ参加しにいらしたのですか？その名前、言ってて変だと思わないか？代表だなんてそんな、大層なものでは。僕たちは、セピロス騎士団として派遣されてきました。会場の秩序維持と、現場の設営のためです。これら机と椅子は、すべてノエル先輩が、モンドから担いできたもので。僕は何もお力になれていませんが。そんなことはありません。会場の選定や配置ができたのは、ミカ様が事前に測量をしてくださったからです。
多大な貢献をしてくださっていますよ。それに本来なら、私こそ先輩と呼ぶべきでは。いやいや、そんなのいけませんよ。というか、そんな風に、かしこまった呼び方はしなくていいですから。なんだか、一日中こんなやりとりをしてそうだな、こいつら。団長様から、仕事を終わらせることも大事ですが、その上で色々と見て回ったり、シーカ大会にも積極的に参加するようアドバイスをいただきました。ですが、私は普段、詩というものを書かないので、皆様の輪に入れていただけるかどうか。実のところ、僕も同じ心配をしていまして。オイラたちも参加する予定だぞ。なんたって、旅人は天才的詩人なんだからな。本当ですか？それでは、その、よろしくお願いします。もしかして、詩を書くことも、一人前の騎士として必須の教養なのでしょうか？そんな大げさなことじゃないと思うぞ。まあ、とりあえずそういうことで、また後でな。はい、先生方、何卒、ご指導よろしくお願いします。ミカ様に先を越されてしまいました。私も、お二人にぜひ、ご教授いただきたいです。風はシーカと音符を携え、見知らぬ国へと吹き込んだ。水の中には魚が2匹、お腹いっぱい食べたとさ。風象徴は金の羽衣。瑠璃に小さな明かりを灯す。米粒さらった山柄さった、イノシシ根っこを掘り出した。皆さん、リーウェとモンドが合同で開催するシーカ大会へようこそ。その名も、両国シーカ握手歓談会。私たちは今大会の司会者、リーウェの路地裏に潜む詩人フータオと、モンドの酒場に佇む詩人ウェンティだよ。今大会の趣旨は、両国がシーカを通じて仲良く交流することさ。たくさんのお友達と知り合って楽しく過ごすのが何より大事だよ。誰もがみんなお客さん、楽しまなくっちゃ意味ないじゃん。みんな安心して。詩を書いたことがある人もない人も、この大会で活躍できるチャンスがあるんだ。僕に言わせれば、詩に最も大切なのは気持ちだよ。自分が普段心に秘めている気持ちや、なかなか言えないことを表現するものなんだ。その表現の仕方に優劣なんてないんだよ。みんなに楽しんでもらえるよう、私とウェンティさんでテーマを3つ準備したの。これを3日に分けて1つずつお知らせするよ。それでは早速、1つ目のテーマは、詩の謎解きです。謎解きか、面白い。ウォーミングアップには確かにいい選択だ。ふぅ、いきなり詩を書かされるわけじゃないんですね。よかった。皆さん、会場に吊るしてある提灯には気づいたかな？それこそまさに謎解きのために用意したものだよ。まずは謎解きのお題をみんなで提灯にぶら下げて。そしたら私とウェンティさんがその中から出題するから、みんなで答えてね。じゃあ早速時間をあげるから、謎解きのお題を書いたり飾ったり歩き回ったり話し合ったりして。正解が最も多い人には商品もあるよ。それでは、両国シーカ握手歓談会スタート。どれどれ、この提灯にぶら下げてあるのは、悠々たる故郷を忍び、つやつやたる花は満ちる。客人問えば、答えて曰く、
夢を訪ねて宮殿へ行く。いかにもリーユへの詩人が書きましたって感じだな。僕もちょうどそれを見ていました。リーユへの詩は時々理解の難しいものがありますね。夢、天、何か鳥の種類に関することでしょうか。大体の意味だけど、家から遠く離れてて咲いたら広いとこを埋め尽くして、それでもってすっごく高く遠くに飛ぶみたいな。さすがはパイモンさんです。やはり私は日々の研鑽が足りていないみたいですね。ひひ、そこまですごくないぜ。リーユエに何回か来てたらいつの間にかわかるようになったんだ。あ、わかります。僕も大団長と調査に出ていた時、いつの間にか現地の風土に影響されていたことがありました。でもこの謎かけ、一体何のことだ？高く遠く飛ぶもの。私はまずタンポポが思い浮かびました。それは一理ありますね。モンド人にとってタンポポは思いを遠くに運ぶものですから。ですがいささか単純すぎたかもしれません。こちらはリーユエ風のお題ですので、リーユエにも似た植物があるのでしょうか。あなた様はどうお考えですか？わかりました。では答えの候補の一つとしておきましょう。なるほど、ウエンティ様がおっしゃっていたことですね。解釈が理にかなっていて、詩に対して私たちなりに感じ取ったものがあるなら答えは大事ではないと。ひひ、本当の答えが何だって謎を解いていく過程も結構面白いぞ。他のお題も見に行ってみようぜ。はい、私もモンド風の詩がないか探してみようと思います。ここに書いてあるのは、読みにくい字だな。カクカク四角で切り餅みたい。ごまとか胡椒が入ってる。一粒一粒口にしたなら、食べた数だけお利口になる。読んでたらよだれが出てきたぞ。しかも食べるだけで頭が良くなるなんて、そんなものがあっていいのか？パイモン、謎解きというのは表面的な意味をなぞるだけではダメなんだよ。え？じゃあ行く秋は何か分かったのか？それはこのお題はさっき行く秋が貼り付けたものだ。おお、行く秋のお題だったのか。お前ならもっと文学って感じの詩にすると思ってたぜ。今回のイベントは交流がメインだ。モンドの友人たちもそれなりに来ているから、万人に分かるよう書こうと思ってね。その方がみんな楽しめるだろう。ひひ、じゃあ答えをこっそりオイラに教えてくれないか？それはできない相談だよパイモン。おとなしく正解の発表を待ってておくれ。ほんだケチンボン。納得がいかないのならパイモンもお題を出してごらんよ。僕が頭を使わざるを得ないような、ね。やってやる。ビビってなんかないぞ。旅人、オイラを手伝ってくれるよな？そう言ってくれると思ってたぜ。君たちの試作の腕前、期待しているよ。はん、次に会うときは勝負の舞台だからな。ついお題を出すって言っちゃったけど、何から始めたらいいのかさっぱりわからないぞ。
他の人が書いたやつを見てインスピレーションを探してみようぜ。体は小さくて4本足、草を食べないし水も飲まない、お客が来ても無表情、一日中人を運んでも疲れない。なんかの動物か？それはね、椅子。リオナ、もうわかったのか？それともこれ、お前が出したお題だったり？違うよ、急にひらめいたの。お店の子猫たちをしつけるとき、よく言うから。椅子さんたちは、お仕事で疲れてるから、足で爪を研がないであげてって。なるほど。謎解きってのは、ミスリードでみんなを惑わすんだな。あなたもお題を出すの？おう！リオナのおかげで一つ思いついたぜ。私も何か考えた方がいいかな。ひひ、早速ぶら下げたぜ。リオナになら答えを教えてやってもいいぞ。別にいいよ。私は商品なんてどうでもいいもん。そうか？じゃあ、オイラたち、そろそろ向こうに行くぜ。うん、楽しんでね。やあやあ、皆さん。もう十分見て回れたみたいね。さあさあさあ、こちらにご注目。私とウエンティさんで、みんなが書いてくれたお題を一通り選んだよ。ついでに私たちのも入れたし、ぼちぼち抽選を始めます。選ばれたお題の出題者は最後に答えを発表してね。正解を言えた回答者は1点獲得できて、正解が出なかったら出題者に1点だよ。公平でしょ？もちろん。出題者が発表した答えもみんなが納得できるものじゃないとダメだよ。そういうこと。じゃあ問題なければお題の抽選を始めちゃうよ。僕でもわかるお題でありますように。あれ、もしかしなくてもこれは早い者勝ち。僕はここの誰より早く手を挙げなきゃいけない。オイラのお題選ばれるかな。第1問、どれどれ。おっと、これは面白いね。お題もだけど字も独特で、カクカク四角で切り餅みたい、ごまとか胡椒が入ってる、一粒一粒口にしたなら食べた数だけお利口になる。ゆうこあきの書いたやつだ。早く答えないと先を越されちゃうよ。ブー、出題者が言うまでもなく不正解だってわかるよ。ピザがどうやって頭を良くしてくれるの？おまけにお題のは四角いんだよ。その異国の料理は丸いでしょ、モラミートみたいに。そうだけど、でもピザを食べてると楽しくなるだろ。気分が乗ってきたら難しい問題だって勢いで。わかったよ。おいら、焦って適当に答えちゃったぞ。何か他のお料理でしょうか？いえ、これは謎解きです。そんなに単純ではありませんよね。賢くなるもの。こんなことなら、普段からもっと本を読んどけばよかったぜ。どうしたんだよ。何か思いついたのか？おお、そういうことだったのか。本だ。答えは本。こんなにすぐ正解されてしまうとは。これは僕の自信作だったんだけどな。おっと、出題者が正解だって認めたみたいだね。よし、じゃ
あ、パイモンが1点獲得。あ、本だったのか。はあ、僕ももっと頑張って考えれば思いついていたかも。ひひ、オイラたちはすごいんだぞ。すごいんだぞってことだ。この一点はお前のおかげだぜ。では2問目は僕が抽選するよ。次は僕もすぐ答えるぞ。万人の高き雲より上、幾幾たる静寂の中、孤独の寒地に一人佇む聖剣皆聖品なり。どうやらリーユエからのお題だね。それは…わかります。お、お、もうこのお題を話し合ってたみたいな反応だな。これは上の方の寒いところにある植物か何かだよな。どうぞお先に。ミカ様はセピロス騎士団の正式な騎士であり、私たちモンドの皆様の代表ですから。いえいえ、そういうわけにはいきません。思いついたのはノエル先輩の方が早かったんですから。どうぞお先に。私の答えも正しいとは限りません。それに回答のチャンスをつかまれたのはミカ様ですし。そうは言ってもですね、やっぱり僕はノエル先輩の後でしたから。大会の場でこんな譲り合いの精神が見られるなんてね、素晴らしい光景だよ。じゃあ同時に答えを言ってもらおうかな。二人とも正解だったらそれぞれに一点ずつってことで。ああ、いつの間にかそんなことに。どうやらグズグズしすぎたみたいですね。ではノエル先輩。はい、私たちの答えはセシリアの花です。正解に近いんじゃないかな。高いところに咲く花に人々は美しい意味を与える。セシリアの花は多くの人が心の中で思う風の花でもあるからね。だけど正解と認める人が出てこないということはまだ出題者の意図とは違うのかな。他の答えはある？間違っていたんでしょうか。やっぱりリーユへの植物精神かな。この詩には孤高の中にも心の清く澄んだ印象がある。そう、これは私が出したお題よ。答えはまさに精神。そんな、行く秋に先を越されちゃったぞ。でも司会者さんの説明を聞いて思い出したの。セシリアの花については以前に本で読んだことがあるわ。確かにこの描写にふさわしい高潔な花だった。だからモンドのお二方の答えも正解にしたいわ。本当ですか？ありがとうございます。出題者がそう言ってることだし、3名の回答者がそれぞれ1点獲得だね。やばい、行く秋に追いつかれた。そうだな、その通りだ。第3問は？お、なんだかふわふわした字ですね。空は飛べても翼は持たず、浮いてる間は疲れ知らず、お腹はもらでパンパンで、海に落ちたらごぼごぼ拾えないもの、なんだ。オイラのだ。オイラが書いたお題だぜ。むしろ
信じられないほど簡単だと思うよ。本当か？じゃあ答えは何だ？答えはパイモンだろ。え？うん、パイモンだろ。私もパイモンさんだとばかり。実は僕も。違うぞ。どう考えてもオイラなわけないだろ。パイモン、君の背中に翼はあるかい？で、ない。パイモンはいつも飛んでいるけど疲れを感じてはなさそうだ。パイモンさんはよくお食べになりますから。それは旅人様のモラがたくさんお腹に消えたということかと。騎士団の先輩方が話しているのを聞いたことがあるんです。パイモンさんは海で旅人さんに助けられたと。つまりパイモンさんは金槌で海に沈んだら。待てよ、そこまで言われると本当にオイラなんじゃないかって気がしてきたぞ。でもやっぱり僕はパイモンの方が適切だと思う。もっと言えばこの詩にもう二つ句を足したらより完璧かな。足す？何を足すんだ？旅人サイドの優秀ガイド、みんなが称するおしゃべり上手。はい。そんなの付け加えてもいいのか？お前もそう思ってくれてるのか？よし、じゃあ発表するぞ。このお題の答えはみんな大好きパイモンだ。うんうん、じゃあみんな大好きパイモンと正解を言い当てた全員1点獲得ね。詩の謎解きって面白いな。ゆこいきには勝てなかったけど、おいらちょっと賢くなった気がするぞ。あ、そうだ、前にあいつと趙雲が何かを調べようとしてたよな。ちょっとあいつらのところに行って聞いてこようぜ。おや、パイモンか。さっきはいい勝負だったね。あわや負けてしまうかと思ったよ。お？商品をもらったのか？そうなんだ。もし欲しいなら、パイモンに譲ってあげてもいい。本当か？何をもらったんだ？それはね、この同主自ら提供した、王城堂高級サービスプラン。をご購入でもう一回分タダになるクーポンだよ。パイモンたらそんなに興味を持ってくれるなんて思わなかったな。うわー、いらないいらないぞ。お前らがもらっとけよ。そうかい、なら遠慮なくもらっておくよ。うんうん、しっかりしまっておいて。このサービスのすごいところはね、呼べばすぐ来ることなんだよ。あ、運が良ければ呼ばなくても来るよ。パイモンは僕たちに用事があって来たのかい？はん、お前にじゃないぞ。オイラたちは超運を探しに来たんだ。なんか手伝いが必要そうだったからな。ああ、あのことか。じゃあパイモン、ここで今一度謎解きに興じるのはどうかな。お？延長戦ってわけだな。あやかしのようであやかしではなく、魔のようで魔ではない。眺望すればたゆたうごとくよりどころなく、よりてはたちまちに失せて影もなし。これが何かわかるかい？それは。外にいるちっちゃいお化けとか魂のこと？
どうやら僕が話した方が良さそうだ。実は今朝野外で修行をしている時に人ではない何かを見かけたんだ。支えもなしに宙に浮かんで、その体は透明に近かった。僕は思った。ついにこの純陽の体を恐れない妖魔に遭遇したんだと。それで学んできた法術を仕掛けたんだけど、全く効いていないようだった。一体何なのか近づいて確認しようとすると、それは忽然と消えてしまったんだ。それは確かに幽霊のようなものじゃなかったの？うん、あれには明確な実態を感じた。それにもし幽霊なら僕を見た時点で逃げていくだろう。はあ、僕は軽率だった。あの時はつい興奮して正体を見極める前に動いてしまったんだから。あれが妖魔じゃなかったとして、もし仙人にまつわる何かに手を出してしまっていたらどうする？自分を責めるなよ。見たことのないものだったんだ。そういう反応になるのも無理ない。それに僕たちは今こうして真相解明に最善を尽くそうとしているじゃないか。ウェンティさんはどう？趙雲の説明で何かピンときた？同志さんはどう思う？何か心当たりがあるんだ。絶対に確信があるとは言えないけど、少なくともリーユエで言う妖魔じゃないとだけは言っておこうかな。危険はあまりないはずだよ。そうだ、この探し物を明日のシーカ大会に取り入れるのはどうかな。え？外で遊びながら詩を書くのか？惜しいね。でも丸はあげられないかな。いいアイデアって何もないところから湧いて出てくるわけじゃないんだよ。みんな今夜はちゃんと休んでリラックスしないとね。こいつもう視線が酒場に行ってるぞ。